ブリオンさん、今回の料理は何でしょう。はい、いつも秋のね、箱崎北条屋の幕出しで使うダブデスタイ。ダブ？今回教えていただく郷土料理はダブ。初めて聞く料理名だな。でもこの材料どこかで見たことあるような気がする。じゃあ今日もしっかり勉強しましょうか。はい、勉強させてもらいます。よろしゅーお願いします、はい、じゃあ最初にね、椎茸から切りましょう。はい、これをね、さいの目、ダブは細かく切るとが特徴、はい、どうしてかって言ったら昔のガメ煮の野菜くずとかを切り寄ったけん細かいと、はい、無駄なく材料を使う料理だと。なかなか筋、うちに修行に来んね。下宿させてもらってもいいですか。こんなに良か男が来たら評判良かろや、うん、うちはでも板部さんみんなハンサムよ、悪いばって。あ、そうですか、はい、あ、面接厳しかよ、ね、面接はこうルックスも重視されるわけですね。もちろんですよ。料理はですね、まあそうですね、イケメンが作ったらやっぱりイケメンの料理になる。他の根菜もこんな風に細かくさいの目切りにします。あの、これとあんまり違和感がないごと食べるんですよ。なるほど。これなんでダブかって言ったら、2つ意味があるとですよ、はいはい、で何枚ダブ、こう仏寺によく使う、何枚ダブって言って、こう仏寺、それから法事、そういう時に使うんですよ、はいはい、それとこう汁がダブダブしとうけんダブって、なんか他のいろいろ印象って、私はこの2つだと思う。そして今度柏、博多は必ず柏を使いますと。使います。ただ仏寺の時には柏は使わん。その代わりに油揚げとか、はい、厚揚げとかを入れるわけ。いっぱいいろいろ入っとうけん、何人来ようが何倍おかわりしようがいいと。法事やら、それからお祭り、はい、何人人が来るかわからないですか。こうやって作っておけば何人来ても大丈夫だよってことですね。何も来てもよかだよ。いっぱい足りんかったら2杯、3杯食べてもでもよか。そっと出す3杯目とかという話もあるけ、今度からそうします、遠慮なく。すみません、3杯目って今言ってましたんで、はい、どうぞ、はい、じゃあずっと漬け取った昆布を出します、はい、ね、かつお節を、はい、ひとつまみパッと、はい、結構たっぷりめにかつお節を入れて入れました。はいはいはい、火を止めました。た、はい、切りましたね。じゃあここでね、こします。もったいないけんと思ってグツグツ炊いたら変な味が出る、ね、グツグツぐらいで止めると。はい、はい、でこの中に椎茸の戻しも、ジュルも一緒に入れます。鶏を入れます。はい、でこうね、おかゆ揚げした材料を入れます。お野菜と、続いてかまぼこ、油揚げ、はい、油揚げが入ります。そして火が通ったらお塩を先に入れます。さあ、味付けをしていきます。お塩を入れます。小口を何で入れるかって言ったら、醤油の味がとってもいい香りがする。香り付けにもいいと、はい、だしをね、こうどうでしょうか。またうまか。うわー、出ましたよ、ジガジさん。片栗粉を入れます、はい、でとろみがつく、ね、なるほど、少しとろみがあるんですね、ダブって。いや、いい香り、はい、さあ、できましたね。さ、ダブの完成です。さあ、今回の郷土料理ダブ、はい、早速いただきましょう。どうぞ、もう具だくさんですね。お椀いっぱい入っております。あっさりと優しいですね。な、本当に飽きのこない味といいますか。そうですね、はい、でこれ何杯でもいけちゃいますね、これ、このダブ。何杯食べんちゃうと、3杯目はそっと出します。何人来てもよかばい、何杯食べてもよかばい、はい、これを食べて元気を出してください、うん。それでは今回の教えを短歌で一首。ひとくれば昔ながらのおもてなし、食うほどしみる郷土ラブダブ。どうでしょう。ダブラブしよう。